とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。俺、まだ装備で、入手してないやつがあるのよ。それがね、二つあって、まずこれ、エメラルド装備のユニーク品。多分、ダイヤモンド装備じゃないかな。ダイヤモンドだと思うんだけどね。これと、この登山装備。登山装備も確か、ユニーク取ってない気がするんだよね。まあ、とりあえず、防具なの。防具なので、今日はちょっと取りに行きたいと思います。まあ、ここをね、コツコツやってても、なかなか出ないと思う。おそらく、4、5時間やって出るか出ないか。そういうレベルだね。なので、手っ取り早く入手できる、これ。デイリーダンジョンに行きます。報酬が防具のところが今日は2つ出てるので、この2つを行こう。まあ普通に行くとちょっと難しいので、走り抜けます。で、ある程度、レベルの高いところがいいので、プラス15ぐらいかな。18、19、20はさすがに結構辛いので、15で、行かせてもらいます。行きましょう。では走り抜けます。まあ走り抜けないとちょっとめんどくさいんだよな。ただアポカリプスプラスの15ぐらいだったら別にね、走り抜けずともいけるちゃいけるのよ。15ぐらいだったらいける。でもね、めんどくさいのでサクッといきます。やっぱね、なかなか面倒だもん、本当に。で、しかもこれ1回死ぬと終わりなのよね、確か。プレイヤーがダウンすればゲームオーバーなので、もうここはもう走り抜けた方が確実よ。おいし、この弓だけで倒していけるっていうので、そう大したことないもんね。もうプラス19、20になると弓じゃもうどうしようもなくなるから。あ、そっか、ここはまだ入れないんだ。どの角度からもね、入れるように早く調整してほしいところですね。で、行こう。まあ道中でもね、レアは狙えるんで。おい、あ、ちょっときつくないか。おお、ちょっときついね。じゃあ早い早い。お前足めちゃくちゃ速いな。どうした？どうしたっていうぐらい足速いよ。あ、びっくりした。よし、行こう。まあ、あとは強制戦闘があと1個あるだけで、あとはボスだもんね。楽勝楽勝、行くよ。よっしゃ、ではボス行きましょうか。どうする、ドラ入れていく。一応ドラだけでも入れていくか。どこだ。あ、いたいたいた。あー、ミスった。やべえ、そこそこ強いわやっぱ。よっしゃー、大いなる破滅でしたね。ではでは、クリア報酬見てみよう。なんでしょうか。おい、ここにもいるんか、あのクソみたいに速いやつ。おお、最後の直線結構きつかった。危ない危ない。重力パルスが結構いてちょっと苦戦したね。さあ、まずは1個目、クリア報酬なんでしょうか。一発目でね、出てくれれば嬉しいけど、まあ出なくてもお店を見てみてある可能性もあるしね。いきます、1つ目。ユニークですらないで、あー、愛のスペル棒か。これ微妙なんだよな。とフロストバイト、微妙です。はい、違うね、出ませんでした。では次、ここ行こうか。デイリーチャレンジレベル3。
まあ一回死んでもいいね。で、クリーパーに置き換わるか。まあいけるでしょう。プラス16でいきます。それでは、いきましょう。ここもね、基本走り抜けます。クリーパーが多めに出てくるみたいだけども、まあ足もそんな速くないし、大丈夫か。で、ボスの大鍋も、大釜か。あいつも、まあ大丈夫でしょう。あいつもドラ使っていけば多分そんなかからず倒せるだろうし、あとはここだな、やべ、ここの鍋を壊していくところ、ここがちょっと難しいよね。うん、今の仕様じゃちょっと、やっ、ああうそ、めちゃくちゃ食らうな、一発でワンパンされんの。よし、オッケー、これでこっそり壊していっちゃおう。オッケー、あれやべえ、よし、オッケー、いくよ。クリーパーはめちゃくちゃ危険だっていうのが分かった。あ、ワンパンですか、やべえな、やべえな、やっべえ、これ死ぬぞ逃げろ、や、うわ、やば、うわ、うそ、よし、抜けた。でもこっからもきついぞ。とにかくボスまでもう少しなんで走ろう。きつい、ここ。あ、クリーパーが多いってめちゃくちゃきついんだな、これ。うん、いや、普通に多いだけなら多分いいのよ。復活してくるっていうのがいかんね。油断して復活したのがすぐボカーンって爆発するから、それでやられる。いや、全然油断はね、してないんだけど、油断せずともやられる。やばいね、ここ。お前らちょっと来んな、やべえやつらがいるよ、本当に。ちょっと待って、お前らしぶとすぎでしょ。あー、ここ違う、こっち違う、やべえ、やば、ここマジで難しい。走れ、HP 回復、 OK、 よし、 OK、 来たか、お、来たね、しゃ、強い、ここ、これでいきます。多分攻撃力も上がってるし、いけるんじゃない、いけ、しゃー、いやいや、なかなか難しかった。途中でね、ラグがあるっていうのも難しいよね。ラグで一瞬止まった後、確実にやられるんで。よし、まあ何が出るでしょうか。こんだけ辛かったからさすがに出るでしょう、ユニーク品。でもなんかね、ノーマルとかレアが出る確率が高い気がするんだよな。前ってね、かなりレアが、あのユニークが出る確率がすごい高かったんだけど。さっこい、なんだ、残り火か、スキル次第。よろしくない、全然ダメだ。うん、ハイランド、わあ、よくないな。ハイランド自体もそんな強くないからね。で、よし、ダメだ。ダメです。はい、今日はね、ちょっと、防具の、ユニーク、新ユニークね。エメラルド装備と登山装備。この二つのユニーク装備を取ろうと思ったけどね、
難しかったです。久しぶりにねデイリーがっつりやったけど難しい。相変わらず難易度若干下げたけども難しかったです。まあ引き続きねあの2つのユニーク装備探してみます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。